3、2、1、はい。皆さんこんにちは。沖縄平和トーキング9月の第4金曜日、パーソナリティは与那覇恵子です。よろしくお願いいたします。今日はですね、お二人のゲストを招いておりますけれども、沖縄市の平和ガイドネットワーク代表である森根昇さん、そしてハエバル平和ガイドの会会長であります井出佳代子さん、お二人をゲストとして招きました。それではですね、森根さんの方から自己紹介をお願いしたいと思います。森根昇です。1941年ちょうどその年に太平洋戦争があって、パールハーバーで、それが開始のその9ヶ月前に生まれて4月ですね。そういう何か関係があるかなということで、ちょうどだから自分の年は81歳ということで、あ、81歳には見えませんよね。若い、はい、81年前のそういうことを含めてですね、一つまたよろしくお願いします。はい、井出さんどうぞ。はい、井出佳代子と言います。私は神奈川県川崎市で生まれて育ちました。21年間長野県で暮らした後、2012年から沖縄に住んでいて、今は糸満にいます。で、今はハエバル平和ガイドの会の会長、去年度と今年度とさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。はい、ですね、まあ、お二人とも平和ガイドをなさっているということなんですけれども、この平和ガイドに従事するようになったのは、どのようなことからでしょうか。森根さん。はい、そうですね、直接はですね、定年退職をして3年後、2003年にですね、照屋聖光さんという方からこう誘いがあって、ちょうど私もこう平和教育に関心があって、そういうことをやってみようかなというのが一つのきっかけですね。そしてそれを受けていろいろとこう勉強しながら現代に至っているんですが、もう20年をガイドをしている状況になりますね。ああ、そうですか。はい、井出さんはどうでしょう。はい、さっきも言ったんですけど、私は2012年から沖縄に住んでいて、平和ガイドっていうものをこっちで初めて知ったんですね。で、もともと自分自身戦争と平和に関心があったことと、沖縄戦についてもっと知りたいという思いがあったので、平和ガイドの勉強したいと思ったんですけれども、まあ、どうしたら平和ガイドになれるかっていうのが最初全然分からなくて、ひめゆり平和記念資料館に行って、平和ガイドになりたいんですけどどうすればいいんですかって聞いたんですよ。そしたら学芸員の方がハエバルの方で平和ガイドの養成講座をしてますよって教えてくださって、それで連絡をしてそこに参加して、まあ、一番最初にハエバルで平和ガイドになりました。それが2013年です。でその後も、まあ、あちこちの団体で勉強させていただいているので、今はいくつかの団体に所属しているという形です。はい、養成講座といいますとどれぐらいの期間になります。3ヶ月間だったかな。毎週土曜日に、まあ、座学とフィールドワークとあって、はい、でそれを受ければ合格と。はい、そうですね、受けてから一応なんて言うんだろう、教育実習じゃないですけど実地、先輩たちに見ていただいて、で OK が出ればちゃんと修了書をいただいて、ガイドとしてデビューということになります。あ、そうですか。はい、沖縄市の方はどうでしょうか。森根さん、こういう養成講座とかあったわけですか。そうですね、自分たちでもできるだけ学習しようということで資料を持ち合わせして、実際のこうフィールドワークする先輩から便乗してね、マスにそれ一緒に回っていくんですね。
ここがあの南部戦績のブクブクですということで、ああそういうふうにしてやっていくもんだなということも含めて、やっぱりもう自分たちでできるだけ学習を重ねて、それが主に中心でしたね。ああそうですか。そうしますと、あの養成講座でまずあの教わるのがこの平和ガイドをする目的とか意義とかだと思うんですけど、どうでしたか、井出さんの方から。そうですね、まあ、ハエバルの方はあのハエバル陸軍病院号がありますよね。あそこをきちんと事実をあの正確に伝えるっていうことを目的に平和ガイドを、まあ、作ったので、あそこに関する勉強が一番主だったんですけれども、私の時にはその都度あの終わった時に、何だろう、今日の研修で何を学びましたかみたいな確認があって、とにかくその事実をきちんと伝えるっていうことを、うんうん、あの教わりましたね、うんうん、はい、事実を伝えることによって平和の大切さを、そうですね、みんなで共有していくという形ですね、はいはい。どうですか、沖縄市の方は。そうですね、あのやっぱりこうどういうふうにこの戦績についてですね、どう語っていくかと。その場合に、あ、特にあの太田正秀先生の講演会を4回開催しました、はい、その太田正秀先生からこう沖縄戦というのはどういうことを語っていくかということで、当初こう一時に刻銘されている人たちの名前をね、ここでどの程度の沖縄戦で犠牲になっているか、あるいは15年戦争で犠牲になっているか、そういうことを具体的にあの知った方がいいんじゃないかということで、各市町村ごとにやっぱり違うんですね。あの南部とそして中部と北部の状況が相当違います。そういう沖縄戦の状況が違うんですね。そうですね、はいはい、そういうことが違って、だからあの僕のうるま市の場合はですね、非常にあの犠牲者が少ないんですね、うん、そういうことを含めて沖縄戦と何ということかということで、うん、何ぞやということで、うん、いろいろと勉強しながらね、うん、そしてやっぱりのそこには集団自決とか、うん、あるいは虐殺とか、うん、あるいはあの沖縄がもう本当にこう、うん、デイサイ時からこう14歳未満のね、13歳以下の子どもたちが1万1000名以上も亡くなっているんですね。だから本当にあの沖縄戦というのはこう総動員制の体制でね、うん、戦争したなということも考えながら、それを太田先生の資料を通してね、こういうふうにいくつか指摘なさってるんですね、うんうん、そういう資料を元にしながら学習をしてきたということですね。そうしますと沖縄戦はやっぱりあの南部中部北部それぞれで状況が違うと。そうしますとガイドをするルートもやはりね、場所も違ってくるわけですけども、また焦点の当て方も違ってくるのかなと思いますけど、井出さんのこの早原の方の主なルートっていうのはどういうふうになってますか。ですね、あの私たちはハエバルにある小金森という小高い丘に作られた、まあ、30から40の手彫りの号があるんですね。でその中の25号というのを今一般公開してるんですけれども、そこをまあ案内することがメインということで、あのガイドも勉強します。でツアーのコースなんですけれども、まあ、コロナ前はその25号がメインで、その周りに作られている、まあ、戦後作られた憲法9条の碑ですとか、はい、平和と鎮魂の鐘とか、うん、あとは歌碑、うん、そういったものも合わせて、うん、あの案内してたんですね。それがあのコロナになってからは25号の中に入ることができなくなってしまったんです。っていうのは
コロナの感染予防ですごく重要だって言われてる換気ができないんですね。25号、うんうん、ドアを開けて換気をしてしまうと中が乾いて崩れてしまうということで、ちょっと保存の問題があるので、コロナが流行ってからは25号を閉鎖されてしまったんです。でも全く学習の機会がなくなってしまうのはどうだろうということで、それまでは、戦績その周囲にもあったんですけれども、案内していなかった戦績を案内する野外講師ですね、例えばですね、艦砲射撃でできた穴の跡とか、あとは兵士の遺骨が出てきた場所ですとか、それから実際にひめゆり学徒隊が壕まで炊事場から食事を運んだという召し上げの道、そういうところを歩いたりする野外コースを新たに作って、だいたいそれが1時間くらいなんですけれども、それのコースをコロナの間は案内していました。ああ、そうですか。はい、でごめんなさい、ちょっと長くなっちゃいます。現在はですね、20号号も、まだ見られるようになったんですけれども、ちょっと中での滞在ができないということで、中は通り抜けるだけなんですね。ガイド、説明は号に入る前に済ませて、中は感じていただくということで、通り抜けるという形です。25号っていうのはこれどう、なんか意味があるんですか？25って30から40あったので、そこに 1,2,3,4,5,6 って番号が振られてたんですね。で、私たちが案内しているのが、3本の川のように並んでた19号、20号、21号で、25号だけが調査検なんていうんだろう、保存されていて、そこを公開しているということなんです。はい、はいはい、中部の方はなんかね、集団自決というか、なんかいろんなことがあったと思うんですけども、どうなんでしょう、このガイドのルートっていうのは。やっぱり基本的にはガイドのルートですね、南部戦式だと思うんですね。はいはい、南部戦式はまずさておいていて、やっぱり中部ではですね、特に読谷のちびちり釜を中心に、やりながらやってますね。しかし集団自決はまず読谷で4月2日に起こりますよね。そして4月3日には沖縄市の三郷で起こるんですよ。これは何か豪雨なんですか？米軍の移動、上陸の状況によってですね、もう来たということで、そういう米軍の鬼畜米兵ということで教えられていて、だからそういうことをこう通して、さらにうるま市でも集団自決が起こったんですね。2カ所あるんです。赤見市と、それから具志川城市というところで起こっていますね。なんか軍が手榴弾を手渡したっていうことで、それで自爆する人たちとかもいたんですけども、 そうです、それが持ってない人たちはもう自ら何かいろんなもので。そうですね、特にちびちり釜の場合はカミソリ、そしてクワ、カマ。何名ぐらいの方が亡くなった？83名ですね。多いですね。はい、多いですね。本当にそういうきっかけ、しかしそこに戦争であってもですね、またこの段階があるんですね、その場合にお母さん方は5名のお母さん方はいらっしゃるんですが、子持ちで父の御子がいるんですね、その場合にもう集団自決をしようということで、愛憎して布団に、あるいは松の枝にこう火をつけて、この煙で一酸化炭素でやっぱり自殺を図ろうと、集団自決を行おうと、いうことをやってたんですが、お母さんが第二段階の時にこれを消したんですね。私たちは子供を抱えてると、戦争の中にもいろんな状況が、やっぱり母は強しと、女は強しというかな、そういうところが出てきます。だからそういうところもまた語りながら、戦争の無誤さをみんなに教えていくと。なんか
誰しも死にたくないから避難してるわけなんですけども、でもあのやはりアメリカ軍が来た時にもう女性は全部レイプされて男性は皆殺しとか、そういうようなあのこう噂を信じ込んで、その恐怖よりは死を選ぶという形になったわけですね。ある意味あの聞くところによると、日本軍があの中国でやってきたこの蛮行がそのまま伝わって同じような状況になるというふうにあの噂が流れたっていうこともあるかなとは思うんですけれども、そうだと思うんですよ。そういうことを含めてやっぱりあの教育という関係で、しかもあの特にこうまた先とかね、うん、女の子はもうそういうふうに先ほどのあのこう暴行的なことが起こるとかね、うん、そういう本当に女にとってはもう大変な状況をあの話をされて聞かされたものですからと、ね、いうことあるわけですね、はい、あのなんかあの豪雨の中に避難すると言いますけれども、今あの昨日もね緊急集会であの沖縄が対中戦争の戦場になるということを日米共同計画が発表されて、もうその戦場にさせないっていう運動もあの起こってはいるんですけれども、今の状況で豪雨に避難なんて無理ですよね。ミサイル攻撃のですね、あの音速よりも速いというようなあのミサイルとかね、いろんなものがこう飛び交う中で、今の状況で豪雨に避難っていうのはもう無理ですね。そうですね、豪雨自体もかなり脆くなってたりするので、はい、やっぱり安全性からもちょっと豪雨に避難するっていうのは難しいと思います、ね、そうですよね。であのシェルターを八重山が整備するっていう話がありましたけど、あれも非現実的ですよ ね、 そうですね。全住民が入れないし、うん、どうやって食料確保するのかとか、うん、いろんな問題がありますし、あの一方でこれはあの自衛隊が入るのに使われるんじゃないかという話もあって、現実的にはその可能性の方が逆に強いのかなと、人数も限られてますからね。なのであの避難の話をするということ自体戦争が前提になりますの で、 そうです、ね、それより先に平和外交でとにかく戦争をさせない、沖縄を戦場にさせない取り組みのことから私たちはやらなければいけないと思うんですけど、政治家がそれをやってる気配が一切ないのは本当に残念ですね。ということで、あの、まあ、これからもですね、ちょっともう少しあのお話伺っていきたいんですけども、ここら辺でですね CM に入っていきたいと思います。少しお休みします。はい、こういうふうにやるんですか、うん、であの今度ですね、ぜひ訪れてほしいと思う場所とかあります？ ありますね。あります、うん、だったらそれやりますか、質問、うんうん、それもちびちり我慢になります。違います。やっぱりね、うん、まあちびちり我慢みたいな集団自決があるところ、うんうん、